歌手の香原智美四十49、が7日放送のフジテレビ系、千鳥の鬼連ちゃん夢のタッグモード。新春3時間 SP に出演した写真、香原が、つまんねえなーと突っ込んだ年上の女性歌手名曲のサビだけを一音も外すことなく10曲連続で歌い切れたら賞金獲得のサビだけカラオケ。今回は2人1組で歌うタッグモード大会で、 カハラは喜怒哀楽が激しいマルシア54とマゼルナ危険激悪タッグとし大取りに登場した。ドレス姿のカハラはスタジオ登場から無表情で、スタジオで VTR を見た千鳥とかまいたちはともちゃん機嫌悪ない。とざわざわ、一曲目は TRF のボーイミーツガールを選んだが、曲名を揃って言うところで息が合わず、マルシアもちょっと今日やばいかもしれない。 と表情を曇らせた。歌唱前にはカハラが、今もう何歳になられた。とマルシアに質問。マルシアが、こう見えても80歳、とギャグをかますと、カハラはカメラに向かって、つまんねえなー。とぼやいた。一曲目は持ち前の歌唱力でクリアしたが、微妙な空気が続く。カハラが、昔は結構収録の途中で帰っちゃったりとか。と話を振ると、マルシアは、 過去はね。いろいろあるじゃない、お互いね、と反応。すると、私は収録の途中で帰ったことない。カハラ、収録の話してないです。マルシア、と軽く言い合いに。カハラが、緊張してるんですか会話が成り立ってないですもんね、と言うと、マルシアも、成り立たないでしょ。この二人は、と返し、千鳥やかまいたちは、大喧嘩やん、メンチ切った。と、おののいた。 さらに、カハラはマルシアが歌唱中、左手をひらひらさせてリズムを取ることに、邪魔、とクレームをつけたが、マルシアは、しょうがない、と自分のスタイルだと突っぱねた。そして二曲目には、篠原涼子、もっともっと、を選んだが、カハラが半音外して連チャン失敗。カハラは、これはもう、マルシアさんの左手なんですよ。だから言ったじゃないですか。やめてくださいって言ったじゃないですか、とトロ。 マルシアが怒りを沈めるように深呼吸すると、カハラは、マルシアさん、はっきり言いますけど、それ全然つまんないですよ、と言い放った。VTR 終了後、大悟は、ともちゃんはサービス精神で、マルシアさんと喧嘩乗りした方がいいなとやったんが、ちょっとギアの入れ方が強すぎたかな。とフォロー、ノブも、ボタンのかけ違い、とコメントし、大悟は、すれ違いコントやん、アンジャッシュの、 と笑った。番組では今回のロケ直後にカハラが自身の X、旧ツイッター、で、鬼レンちゃんに出演することは本日限りでもうやめました。私は歌手、カハラトモミとして前向きに頑張っていきたいと思っていまして、ずっとずっと悩んできてました、と今後の出演自体を報告したことが明かされた。最後は、ともちゃん、またの出演をお待ちしていますスタッフ一同。 と復活を願うスタッフの思いがテロップで表示されていた。ネットでは、マルシア・カハラ・ともみペアはマジで何があったんトラウマになるわ W。あれは放送事故だろ船か乗りのやつかと思ったらガチガチの放送事故。主張の激しい左手を持つマルシアとそのせいにするカハラ・ともみに笑った。過去一で面白かった。やばすぎて草生える。など様々な声が上がっている。